こんにちは、おしょうです。先週やったテーマでですね、板金塗装はなぜ高い？板金塗装はなぜ高いの？で、中途半端なところでなんか終わったような感じで、結局なぜ高かったのかがよくわからなかったっていうご意見いただいたので、その続き、完結編をちょっとやってみたいと思います。で、ライブでやればよかったって話なんですけれども、ちょっと今週時間がなくてですね、2本撮りができないので、事前に撮って、それをアップしたいと思います。まあ最初からこういうふうにやっとけばよかったんじゃないかっていう感じがするんですけど、わざわざ飲みながらやる必要はない。ライブで見なくても残すんで結局。はい。こうやって結局残すので、まあ別撮りでやってみたいと思います。はい。で、なぜ高いかっていうところでですね、ちょっと簡単にご説明します。わかりやすいかどうかは別として。まあ、こんな感じかな。はまずですね、車屋さんの利益の仕組みっていうのかな。まあ、収入を得るために、まあ、まずこう、仕組みがあってですね、修理代は、こっちか。修理代。修理代は、まあ普通にね、車を修理したときに、板金塗装でね、修理したときにかかります。で、これに、の中から部品代と材料代を引きますよね。まずここまでわかりますね。部品代、材料代。まあここは多分お客さんはある程度分かってくれます。で、ここから経費を引かなきゃいけないんですよ。で、この3つが、いわゆる固定費と一緒で、必ず払わなきゃいけない車屋さんにとってはもうね、絶対なんですよね。外注さんにお願いしたのであれば、ここに外注費っていうのも含まれますし、従業員さん雇ってれば、ここに従業員さんの給料も含まれます。要するに、ここを払えなくなったら、倒産です。潰れます。なので、ここが一番重要ですね。まず、この3つ。これを払わなきゃいけないんですけど、この経費って目に見えないんですよ。計上できる部分ではないので、お客さんからしてみたら知ったこっちゃないよ、そんなのと。どうせ儲かってんだからそのくらい払えるでしょっていうような意見が、まあ、ちらほらこう聞かれるんですけれども、実際はこれを払わなきゃいけないです。まあ、工場を借りてるんであれば家賃とか、電気代とか、水道代とか、まあ、その他工場に関する、まあ、固定費って言われるものですね。ローンがあればローン。まあ、工具とかもローン組んで買ってれば、そういうのも全部ここの経費、ここに含まれます。で、この3つを引いたものが、収入になります。はい。ちょっとわかりにくいんで、この下の方隠しとくかな。はい。こんな感じですね。はい。この3つを引いたものが収入です。で、この収入っていうのが、いわゆる利益には感じるんですけれども、これ給料にならないんですよ、ここには。ここの余ったお金から、一年間通してかかるものっていうのがこれだけ、まあもっともっと細かくいっぱいあるんですけれども、まあ設備が壊れたりね、まあ、細かいこと言えば電球が切れたりとかも、そういうのも全部こういうのに設備を維持するお金ですね。維持費っていう言われるものですね。あと台車のガソリン代とか車検代とかタイヤ代とかメンテナンス代、オイル代とか、まあ積載車があればそれも積載車の維持費ですね。あと工具代。ここら辺っていうのは利益がなかったら全部払えません。これ経費に入れちゃうと、もうね、すごい金額になっちゃうんですよね。なのでここはね、余った利益の中から別で払います。これ固定費ではないので、これはまた別でね、お金を用意しなきゃいけない部分なんですけれども、じゃあ、このね、こっちか。ここの部分を払えなくなったらどうなるかっていうと、仕事にだいぶ支障出るのわかりますよね。工具が新しい、まあ、工具がね、新型の車種なんか出た時に工具買ったりするんですけど、それ払えなかったら、もう買えなかったらその車は仕事として受けられませんよね。で、台車なかったら当然仕事来ないですよね。で、まあ、積載車っていうのはまあ、なくてもなんとかなるんですけど、レンタカーでもなんとかなんですけど、これ結構実費で払わなきゃいけない部分出てきます。で、設備修理できなかったりなんかすればね、すごく仕事に支障が出ます。もう全てにおいて、売上が下がるものですね、これが。払えなくなるというのは。なので、結局お客さんに関係がない、ここら辺の部分を、いわゆる経営者の方は払ってるということになります。なので、この収入が減るということは、修理代も何も全て、作業に全てに影響が出るので、
まあ、ここは重要な部分ではあるんですけれども、ここを払わずに経費を、まあ、いわゆる、まあ、経理上の経費ですね、を全部抑えて、まあ、修理の、まあ、内容、レベルを落とせば、できなくはない、ギリギリのところですよね、まあ、ここら辺はね。で、最終的に、こういったものを払って、はい、ここですね。ちょっと消えちゃってるな。はい、ここです。この残ったものが、社長の給料、ここです。はい。よいしょ。はい。やっとここで給料が出てきます。私の給料は結局ここですね。はい。従業員さんはこっちです。従業員さんはこっちです。だけれども、従業員さんをこの下に持ってきちゃうところがありますよね。これを全部払って、余ったお金が給料にしちゃったら、売上のノルマもそもないですよね。これ、このまま、まあ、いわゆるこう、経営がうまくいかない従業員さんの給料はあまり高くないって言われるところは、ここと一緒に給料を払ってるんですよ。社長と一緒に分配してるっていうことですね。まあ、考え方次第なんですけれども、やっぱり従業員さんの給料っていうのはもう固定費に入れてしまっておかないと、まずモチベーションが上がらないんで、仕事に支障が出て、お客さんにご迷惑をおかけするってことになるので、まあそこら辺のところではね、上に持ってくる経営者でないと本当に従業員さんを雇うことができません。なので、ここへ持ってくることができないということは、まあ雇わないのが一番ですよね。本当にね。ここね、余って、本当に余ったから今月の給料これだけねっていうんじゃ、当然やめちゃいますよね。まあそんなことならないようにするのが経営なんですけれども、じゃあここをね、上げましょうと言ったって、ここを上げるの結構大変なんですよ。いろんな経費削減とかも徹底的にやったとしても、まあなかなか難しいところですよね。で、まあ私の場合ももちろんここから、家のローンとかですね、まあいろいろあるんで、まあそんなもの言ってもあれなんだけど、まあそこからいろいろここから払うわけですよ。だからここがなくなった時点で、なんだろうな、キャッシングとかしなきゃいけないんですよね。もうサラ金とかそういうのも経営者なんで、ありとあらゆることをしてお金を借りないと生活はできないです。で、この、ここから上、ここ、まあ当然ここは他人に迷惑をかけますよね。ここっていうのは材料屋さんだったり、まあ金融機関だったりとかですね、まあ部品屋さんとかっていう他人に迷惑をかける部分なので、もうここが途絶えたら当然倒産なんですよね。で、ここの次っていうのは、なんとかしのぐことはできるんですけども、ここ払えなくなってきたら次はこっちが払えなくなるのはもう目に見えてるんですよ。だからこの辺でちゃんとした経営ができてるかどうかっていうところを判断していかなきゃいけないんですけれども、まあ正規採算は本当にね、今の時代ね、レンタカーでいいんじゃないかなって気がしますね。これね、持ってるとね、意外と固定費かかるんですよ。正規採算、車検も年車検ですしね。まあなきゃ仕事にならないってやそれまでなんですけれども、まあそこをうまくアルバイトを使って納車引き取りなんかでもなんとかできたりとかしますけれども。で、まあ、そういったところで、じゃあなぜ高いのかって言えば、まあ当然、こう、この中の固定費が圧倒的にね、整備とかと違うんですよね。材料代っていうのがまたね、まあ本当にすごいかかるときはかかるんですよ。運が悪いと、ちょっとしたことでね、その月だけ10万とかってね、すぐ、ポーンとかかっちゃうときあるんですね、材料代って。まあ、部品代ももちろんそうなんですけれども、維持するためにかかるお金が非常に高いと。で、結局、ここの給料がなかったら自分も共倒れですよね、会社ともに。もちろん、ここなくなったら終わりなんで、払えるわけないんで、こんなところが払えないから、じゃあお金借りていきましょうって言ったって、その場で借りる分にはどうにかなってもね、次の月に返したりとかしなきゃいけないので、維持費はかかります。ただ、ここの修理代っていうのは、重要なのは結局ですね、この経費とか部品代とかなんとかも全部引くのを見込んで、工賃をしっかり計算しておかなければ、後々に自分の給料も払えない。設備の維持費もでき払えない。で、材料代、部品代も結局経費も払えないってことになるので、計算をした上で工賃をきちっと決めておけば、
クロム屋さんっていうのは、維持し続けることができます。だけれど、そこら辺っていうのはまあ難しいところで、設備にいっぱいお金をかけていい仕事をしてれば、その工賃高くできるのかっていうとそうではないので、そのバランスが非常に難しいんですけれども、ただやっぱり言えるのは、そこら辺の全部のバランスっていうのをお客さんに理解してもらうということですよね。まあ、見えないものをこうやって見えるようにして、きちんとそれを分かってくれる人っていうのが、それなりのお金を黙って払ってくれると、私は一応そう思ってやってきてますので、見えないものをどんぶり勘定でやるから高く見えるんですよ。だから見えるように見積もりも細かくやっぱり作る。めんどくさくてもやっぱり部品一つ一つ計上するとか、材料代乗せるとかっていうのをやっていけば、お客さんの感覚としては高く感じないんじゃないのかなと思います。で、お客さんはね、工賃をじゃあ安くしろと。結局ね、値引きを強要する、強要って言うとあれですけど、まあ、値引きしてほしいと、言ってくるお客さんっていうのは、工賃なので、全部ここの給料を減らせってことを言ってきてるわけですよ、その人は。わかりますかね？その人が言ってる値引きというのは、ここの材料代はね、どうにもならない部分だとしても、この給料を結局安くしてくれって、直接言ってるようなもんなんですよ。じゃあそのお客さんに対して、じゃあ私の給料を削ってあなたに利益をもたらしましょうと言って値引きをし続けたら当然やってられないですよね、当たり前なんですけども。で、ここの部分が減るという感覚をお客さんに持ってもらうように説明をするというか、そういう見えるようにしておけば、そういう見積もりとかを作っていけば、ここの給料っていう部分は、それはしょうがないよねって、それだけお金かかるねっていう感覚になってもらえるわけですよ。なので、具体的にちょっと細かくすると、見積もりとかはね、全部見ながら説明するっていうのは結構大変なんですけれども、全体から見ると、金額が100万円だとして、修理代が100万円だとしたら100万円は高いという中にこういったものを全部かかるんですよっていうのをまず説明できるように何か見えるようにしておくっていうのもすごく大事ですけれども、まあ、要するにね、ここを減らしてくる人っていうのは相手を理解していないというよりは自分さえ良ければいいっていう考えが多いんですよ。だから本来値引きっていうのは例えば端数の1円単位のものをまあ端数だけ値引きしてよっていうぐらいであればねいいんですけれども、3万円の修理を2万円でやってよっていうのはもう問題外なわけですよね。板金屋さん儲かってる儲かってるって言ってるけど、もう圧倒的に潰れてる数の方が多いわけですから、まあ維持するっていう上で本当にね、ちゃんと計画的にやらないと、経営っていうのはここが全部なくなっちゃいますから、ここもここもなくなっていきますんでね。まあ、そういったところで、まあ、高いのか安いのかっていうのは感覚の問題であって、実際に、まあ、例えばね、ここが欲しくて、もう利益優先で計算をしているっていう部分で、上乗せしてる部分が明らかに高いっていうようであればそれは高いのかもしれないですけれども、ある程度見えるようになったらきっとお客さんの感覚としては高く感じないんじゃないのかなって私は思ってます。で、まあそこをあえて安く見せるっていう必要ないんですよ。変にね、経費を上乗せして見積もり作って、こう、こんだけかかるんだよ、経費がっていうのを作る必要はないんですよ。ただ、それなりに説明とか、まあ、お客さんと信頼関係ですよね、やっぱりね。信頼関係がきちっとできてれば、値引きをしないで、むしろ、お釣りはいいから、また今度よろしくね、とかって言われるわけですよ。ありがたい話で、まあ、結局、そういったところって人間関係が先。まあ、その仕事をいただくっていう上では、本当に新規のお客さんなんかであっても、やっぱり人間関係が先でないと、価格優先のお客さんがやっぱり来てしまうんじゃないかなと思います。なので、今回のお話で、最後まできちっと言いたかった部分っていうのは、この、まあ、経費とかそういったところを、かかるんですというのと、それを見えるようにするかしないかは車屋さんの責任なので、
客さんが儲かってるって思うっていうのは、まあ、もう当然ね、商売ですから利益がなかったら潰れちゃうんで、まあ1円でも利益ですから1円だって儲けなんですけど、それは儲かってるか儲かってないかっていうのは、今月1円儲かりましたってお客さんに言ったら、お客さんはかわいそうだなって思いますけれども、だからそういったところでね、前回ちょっと中途半端なところで説明不足で申し訳なかったんですけども、理解してもらうっていうのは本当に大事なんですけれども、説明しないでも分かってもらえるんですね。実はうちの場合は説明してません。あまり見積もり書はちゃんと作れって言われば作れますし、もちろん領収書も出してますけれども、口頭で説明している段階で理解されることの方が多いですね、なのでその本当信頼関係です。仕事がない時にはやっぱり辛いんですけれども、そういった時にとにかく安く受けるっていう習慣ばっかりがあると、まあ従業員さんいたりするとね、従業員さんが暇だとね、なんだからとりあえず仕事なんか取ってこなきゃって言って安い仕事を取ってきちゃったりすると、どん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 信頼関係失っちゃいますので、そこを経営者の方はまあ我慢していただければなと思います。で、車屋さんにお願いするときも、やっぱそういったものをちょっとこう、見せてもらうとか教えてもらうとか、いろいろ維持費のことなんかもいろいろ話してみると、本当に大変なんだなって思います。だからまあ儲かってそうだなっていう車屋さん、ここ最近本当見ないですよね。すごくね、まあ、例えば新車買ったなって言ってもローンで買ってたりとか、一括で無理して買うっていう人がいたとしてもね、この人儲かってんなとはあんまり思わないですね。やっぱりね、それなりに先々考えたら維持するお金を取っておかなきゃなってちょっと思うと、やっぱそんな新車なんか買ってる場合じゃないんじゃないかなとか、いろいろ考えます。はい。で、まあ、よくあります。見栄を張ってね、高い工具買う車屋さんいますけど、それで、その見栄を張って高い工具買ったり、新車の積載車をね、カスタムして買ってお客さんにその分上乗せするのはちょっとどうかなと思いますけどね。はい。そういったところで今回のちょっとね、また最後までいまいちはっきりしなかった部分はあるかもしれないですけど、またなんかわかんないことあったらコメントの方ね、入れていただいて、質問ください。まあ、Facebook でも結構です。いろいろ最近 Facebook ページの方からいろいろお問い合わせいただいてますんで、そういったところからでも、なんか私で答えられることがあればお答えしたいと思います。今回はこれで終わりにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。